どうも、今日シャクール・スティーブンソンの話をします。ライト級の防衛か、もしくは獲得したみたいですね。2階級制覇で、僕この選手が、好きというか、好きって言うかどうかおかしいんですけど、凝視が強くて、凝視が強烈なので結構印象に残る選手なんですよね。で、彼と同じ印象を受けるのが、僕と同じ階級、ウェルター級のジャロン・エニスと、あとはキーショーン・デイビスですね。この3人が現状、僕の知っている限りだと、凝視におけるかなり強烈なですね、凝視を感じますね。で、凝視っていうのはですね、分かる人いると思うんですけど、体が勝手に動くことなんですよね、自動制御。自転車に乗るときに体が勝手に動くみたいに、ボクシングで体が勝手に動くんですよね。で、だから何やってたかあまり覚えてないってことが起こるんですよ、試合で。思考が働いてないんですよね。多分これは一流選手とかそうだと思うんですが、基本的に、何も考えてないですね。体が勝手に動くっていう感じ。車の運転とか自動車の運転とか、食事と同じですよね。食事、食べる順番とか、お箸の時の。お箸を動かすときの指のこの動かし方とか考えてないですけど、勝手に食って勝手になんか食事終わって勝手に片付けますよね。あれと同じで、もう練習してることとかはですね、勝手に起こるんですよね。で、結構凝視が深くなってくると練習してないことも起こるんですよ。というか練習してないことが起こることが多いんですよね。練習してたことが起こることってほとんどなくて、だからあんまりこう練習ってこう型を決めてやるのって僕好きじゃないんですよね。なんかその対応力がそがれちゃうので。で、なんか多分スティーブンソンとかデイビス、キーショーン・デイビスとかそういう感じでやってるんだろうなと思うんですけど、凝視がめちゃくちゃ強いですね。目の奥をこうギュッて締め付けるような、なんか動物、ライオンとかが狩りに行く時のような目をしてるんですよね。ライオンとかがこう狩りをスタートする時の雰囲気とかも結構凝視感じるんですけど、多分同じで闘争本能ですよね。狩猟本能かな、じゃないかなと思いますね。あれは、やっぱ、原始時代生きた時の本能ですよね。とっさに体が動くって感じ。パンチとか、ポジションの入れ替えとかで勝手に体動くっていう感じですね。で、先に挙げた3人がこの凝視かなり強いんですよね。で、ボクシングも結構似てるんですよね。ほとんど動かないんですよね、激しくは。激しく動かずに、ギリギリかわしてギリギリカウンターするみたいな、なんかもう本当、神業みたいなことを平気でやっちゃう、ジューリーラウンドずっとやっちゃうみたいなタイプですよね。で、スティーブンソンは、この凝視がですね、結構強くて、で、フィジカルに関しては多分タンクとか、ロマの方が強そうには見えるんですが、凝視に関してはですね、スティーブンソンの方が強く見えるんですよね。だからこの3人同じ階級なので、誰が強いのか決めてほしいなと思いますね。フィジカルで言えば多分ロマとかタンクの方が上かなって気がするんですが、凝視の時のこの自動制御の雰囲気っていうんですかね、無駄のない感じはスティーブンソンの方が強いんですよね。で、凝視、先ほども言ったんですが、凝視すると自動制御起こるんですよね。で、これは多分、考えるな、感じろとかですね。とか、無我の境地とかですね。なんかそういう、武道家の話とかですね、格闘家の話って多いと思うんですけど、この話してると思うんですよ、自動制御。僕、フローって呼んでますが、流れにこう沿って体が動いていくからですね、一個一個やっていくというよりは、なんか自然に体が流れていくような感じ。自転車を漕ぐときも、一個一個考えているというよりは、流れでバランスを制御して、流れで、ペダルを漕ぎますような感じで、流れで動いていくような感じ。で、それが、やっぱ強くできるっていうのが、その自動制御を強くこう引き出すっていうのが、やっぱスポーツの、パフォーマンス向上につながってくると思うんですよね。他の言い方だとゾーンとか言われますね。多分同じことを言ってると僕は思います。僕がフローとか自動制御って呼んでるやつと同じことで、僕が教えてる長岡とかも、徐々にですね、このフローですね、凝視の自動制御強くなってきてるようなんですよ。自分でもそう感じるみたいなんですよね。やっぱりこう一流のアスリートの、話とか聞けば、ゾーンとかですね、なんか何も考えてなかったとか、勝手に起こったとか、フローとか、あとインナーゲームっていうその書籍でも書いてありますし、多分ね、これ普遍的に当てはまることだと思うんですよね。
で、まあ、時々 YouTube とこの解説の動画で、なんか一個一個説明している動画とかあるんですが、僕ああいうことって起こってないと思うんですよね。なんか相手の反応を先読みしたとか、まあ、結果そうなってはいるんですけど、まあ、そういうふうにそのプレイヤー、ボクサーは考えてないはずなんですよね。運転するときになんかいちいち、ここはこう通ってこう通って、信号は赤だから、これぐらいの速度でとか考えないようにとっさにやってるんですよね。で、多分ね、そういうふうに解釈しちゃう人って多分このフローの自動制御を知らないんだと思うんですよ。で、知らないゆえに、まあ、こうなんていうのかな、一般的な解釈、まあ、僕が弱者の認識って呼んでるやつですが、弱者の認識でそれを解釈してしまうっていうことが起こってるんじゃないかなと思いますね。なんか、こう解説動画みたいな感じで、あの感覚で見るとボクサーのやってることってなんかスーパーコンピューターみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、実際には多分脳の中でそれぐらいの速度の計算を行われていると思うんですよね。顕在化しないだけで。ただ、まあ、意識的にはやってないんですよね。なんか誘い出してとか、まあ、確かにそういう場面あるかもしれないんですが、ゼロとは言えませんが、基本的にとっさにやってるんですよね。練習したことは勝手に出ちゃったねとか、もしくは練習してなかったけど、なんかとっさにやっちゃったねみたいな感じですよね。で、まあ、練習するときにも、実践の練習するときにも、こっちの方が大切なんですよね。なんか無理やりそういう反応を押さえつけて、なんか練習してきたことをやろうとするよりは、そういうとっさの動きに流れに任せてしまった方がいいですね。僕はそういうふうに思って、そういうふうに指導してますね。いろんなとこで。で、まあ、こっちの方が効果高いと思うんです、自然体でね。まあ、反射的な動きのようにですね、なんか自然にやっちゃうことって、まあ、見方を変えればその人の僕個性だと思うんですよね。ムキになって打ち合う人もいれば、そこで、メイウェザーみたいにですね、やや大げさにディフェンスしちゃう人もいると思うんですね。で、僕はこれは殺さずにですよ、なんか怖がるなとか、逃げるなとか言うんではなくてとか、あとまあ、打ち合うなとか言うんではなくて、もうそれはそれで認めてですね、生かしてしまった方がいいと思うんですよね。もうそうなってしまうものはそうなってしまうと認めて、もう自分の個性だと思ってですね、やってしまった方がいい。で、その方が心も楽なんですよね。流れに任せてやる方が心も楽なんですよ。で、伸び伸びやると意外とですね、こう創造性のある動きが突然起こったりするんですよね。自分のその意識とは裏腹にですね。このフローを強く感じるようになると、まあ、練習の価値観変わってくると思うんですよ。もうこうあらねばならないって考えるのがこうバカバカしいというかですね、もう自分がそうしてしまう、もう逆らえないんだったらそのままやって、ただそれをどうやって生かすかって考える方が建設的だなって、まあ、思えるようになってくるんですよね。なので、こう自分の心の内側から湧き起こってくる感情とかですね、まあ、とっさにもう無自覚にやってしまうようなことっていうのは消そうとせずにですね、逆にあえて生かそうとしてみるっていうことをですね、考えてみてほしいなと思いますね。この方が自然体で体を扱えるので、多分ですね、成長早くなると思います。だから基礎基本で自分の肩にはめるのも良くないって考えてるのは、僕はそういう理由からですね、それが合ってる人はいるかもしれないんですが、それが合ってない人の可能性をですね、まあ、制約してしまっているんじゃないかなってことですね。話まとめるとですね、凝視をして、まあ、フローに任せる、流れに任せるってことですね。自分の中で勝手に起こってしまう自然の反応は全て認めてしまうということ。